ホープ・ヒックスはアメリカ合衆国のもとファッションモデルであるドナルド・トランプ政権においてホワイトハウス広報部長を務めた1988年10月21日生まれコネチカット州グリニジ出身大学卒業後広報の会社に勤めていた際にドナルド・トランプの娘のイバンカ・トランプと知り合いイバンカのファッションブランドのモデルや広報を務めた後 ドナルドの不動産会社トランプオーガナイゼーションに転職した。2015年に始まった大統領選挙戦の初期からマスコミ対応を担当し、トランプの大統領就任後は彼女のために新しく作られた役職である戦略的広報を担当をした。2017年7月31日にアンソニー・スカラムーチが正式に広報部長に就任する前に同職を更迭された、 ことを受け広報部長代理となり、同年8月16日に正式に広報部長に就任した。ヒックスは、いわゆるロシアゲート事件における、トランプの息子ドナルド・トランプ・ジュニアと、ロシア側のつながりについて、鍵となる事実を握っている人物とされ、2018年2月27日には、疑惑を調査中の米会員情報特別委員会にて8時間にも、及び証言を行った。 翌28日、ホワイトハウスはヒックスが近く広報部長を辞任すると発表。ありがとうございます。